皆さんは普段ご家庭でどのように花を飾っていらっしゃいますか？そのまま花瓶に飾るのもいいんですが、せっかくだったらもう一工夫加えてみてはいかがでしょうか。ということで今回は日常に彩りを添えます生け花についてご紹介いたします。教えていただくのは公益財団法人日本生け花芸術協会長倉南秀さん。素材や型にとらわれず生ける人の個性を大切にする草月流の中で生け花の楽しさを広めています。先生、はい、生け花っていうと古風であったりとか作法があったりして敷居が高いっていう印象なんですが、そもそも生け花ってどういうものなんですか？やっぱり生け花は日本の芸術文化の伝統的な花道、お花なんですけど、長い歴史があります。流派もいろんな流派がありまして、多種多様の中で皆さん頑張ってらっしゃいます。私は剣山に花を刺すのが生け花と思ってたんですけども、普通に花瓶に花を刺すだけでもこれ生け花になるんですか？お勉強するときは剣山とかいろんな、技術というか道具を使いますけど、その人の感覚感性で生けられていいと思います。花瓶に生けてもいいし、そして剣山で刺してもいいしということで、生け花って結構幅広く そして自由なものなんですね。そうですね。でもポッといけるよりかちょっと工夫を凝らしたら一段と綺麗に趣のある形になると思います。生け花で使用する基本的な道具がこちら。草花や枝を切る花バサミや植物の根元を固定する剣山などがあります。花器とは文字通り花を生ける器のことで、その種類も大きいものから小さいもの、高さのあるものから浅いものまで様々あります。それから花材選びも重要です。生け花の花はその種類や生えている場所によって様々な分類がされていて、ヒバ、柳など枝がある枝物、特に葉の部分を生ける葉物、花を主に鑑賞する花物などがあります。こちらが今回生ける花材。枝物、葉物、花物をバランスよく織り交ぜ、枝物のヒバを軸に同系色の植物でまとめています。この花材を選ぶ上で大切なポイントってありますか？花材を選んで器を選ぶ時もあるし、器を選んで花材を選ぶ時もあるし、なおかつその生ける場所によって花材の量も違うし、まずそこら辺を考えて買い求めますね。でもお花屋さんに行って自分の好きな花材、形、色、そういうのがあると持って帰っても楽しく生けられると思います。では先生、実際にこの花材を生けていただきたいと思います。はい、まずこの枝物、ヒバ、これを使います。長さをある程度決められた方が工程があって変化が出ると思います。はい、太く硬さのある枝物を切る際はハサミを斜めに入れます。さらに十字に切れ目を入れるとより剣山に刺さりやすくなります。刺してちょっとだけ角度をつけます。でこういう枝物で葉がつきすぎの時は取ってあげる。これもバランスなんですね。そうですね、ある程度空間があった方がいいかなと。でこれね、ドラセナって言うんだけど、これをこのまま使うとボリューム感がありすぎますので、ちょっと枝、葉っぱを落とします。さらにヒバに合わせて高さも調整。茎の柔らかい草花は葉をまっすぐ当て、必ず水切りを行いましょう。
同じ要領で3本目アルストロメリアを生けます。これもドラサネよりかちょっと短めに切った方がいい、いいですね、はい、これはまっすぐ切ります。はい、こちらも水切りですね。でこれもあの、まあ、正面があると思いますけど剣山に刺して剣山を押さえながら角度をつけます。こんなに傾けるんですね。そう、一度にこうしないと下が緩んでこう倒れますけど、草花によってはそこ辺が緩くなるので気をつけて、はい、3本1,2,3できたからあとはおのおのに添えてあげる。はい、今刺している分よりか短く切って工程をつける、はい、と空間が出るから真ん中あたりにいけます、はい。器の中でも剣山が、はいはい、あの片方に寄ってますから空間が結構空いてますもんね。そうそう、ここが空間になるから、うん、空間とこの形が反比例してすごく勢いのあるお花になると思いますけど、これも、まあ、ちょっとこれが正面ですよ ね、はい、だからこれをちょっと上向きにしてこの辺りに花の向きもあるんですよね。そう、向きで、ね、勢いが全然違ってきます。かっこいいですね。ゴッドって言って葉っぱなんだけど色も綺麗になるし締まってくると思うんですね。後ろに低く入れるとここの空間ができるから、あの工程ができるね。引き算も大事やし足し算も大事やけど、あのその状況によってねこう生けられたらいいかなと思います。行きましたね先生。はい、これで完成です。すごいです。すごい素敵なのが先生できましたね。ありがとうございます。一本一本刺すことにどんどん表情が変わっていくので、すごくなんか見てても楽しいですね。色がすごく素敵ですよね、はい、このフィリーの色がね、高さと そしてこう広がり角度、はいはい、これ全然やっぱり角度で本当違うんですよ ね。自分で生けられる時もある程度高さを決めて角度を決めるとあの空間が出てくるから、うん、で色はだから今日のはもう限られてるけど色を選ぶ、はい、でもちろん器の色も大事。やっぱり何でもだけどできた瞬間生けた瞬間が一番すごくて綺麗で、そこをあの保つためにはやっぱり切り拭きをしてあげたり水をかけてあげたりすると長持ちします、はい、生き物です。生け花は私実践に入りたいと思うんですが、先生ご用意いただいたのって、はい、先生と同じものじゃないんですね。違いますね結構ハードルが上がった気がするんですけれども。いや大丈夫です。あの、はい、角度と長さと考えて生けていただければ素敵なお花ができると思います。ではまず、はい、枝物からですよね、はい、ということでこちらなんですが、はい、これ3本ぐらいこうバランスの違うものがあって、ね、はい、やっぱこう一番大きいのがいいかなと、ね、はい、思うので、はい、これぐらいで、はい、はい、はい、そしてこれもですよね、まあ、はい、割って割った方が止めやすいです。こうでしたっけ先生このぐらい刺してぐっとぐっ刺し、そう、はい、手応えがあったら、あ、はい、ちょっと角度つけようか、はい、手前に、はい、そうですね、倒した方がいいですね、はい、わ、はい、もうこれで先生いいですね。いいですね。2本目の軸にも同じ青文字をチョイス。1本目より少し短くカットして配置します。こうそう、お支度の時も、はい、あのこれ正面向いてるでしょ、はい、ちょっとこれをちょっとこうすれば角度ができるから、はい、少し支度、はい、ちょっと手応え、ね、止めてグッと。2本軸ができましたので次3本目なんですけど、はい、やっぱりこうね花のボリューム的にはバラですか。ですね、この辺でしょうか。はい、綺麗ね。綺麗なバラが正面ね、
刺した刺しました、はい、で少し倒しましょうか、はい、そう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 、もう少し倒れる、はい、OK、こんなに倒すんですね、うん、あの倒して角度があった方が綺麗にできるから、はい、すごい、こんな倒れるんだ。ここからは足元や後方にバランスよく生けていきます。あとここがあくまでも中心になるから、はい、バラをされてもあの影田さんの方が、私も思ってました先生です、あそうバラだなと思ってました、そうそう、 OK、 そうです、はい、ここはやっぱり中心締めたいから、はいはい、低い方がいいですね、長さになるとこう平面的になるから、そう高低をつけるためにその2つよりか低い方がいい。私の生け花完成しました、まあ、すごく素敵なのができましたね。初めてでこれだけの素晴らしい空間と、ね、線ができてるし、葉の生け方がすごくいい。同じ面じゃなくてちょっと下面を変えると生きてくるし、青文字の生け方も素晴らしく、すごい最高です。先生のコメントをいただきながら私作ったんですけれども、いやすごい、いやでも本当に一本一本刺すごとにどんどん見えてる風景変わってくるんですよね。そうですね、はい、でこう根元を、ね、固めるっていうのもやってて意味が分かりました。剣山も見えないし、足元が締まると上がもっとしっかり綺麗に見えるし、動きが出てくる。もう一つ一つに意味があって、こうなんかこう刺すごとに愛着が本当に湧いてきますね。でしょ、はい、ここで身近にある道具や花材を使った生け花をご紹介。花材の大きさや形とのバランスを考えて組み合わせることで、普段使っているグラスや急須、ティーカップなどの食器も素敵な花器へと生まれ変わります。自由な発想で気軽に生け花を楽しみましょう。今回私初めて生け花体験したんですけれども、すごく楽しくって、なんかこうハマってしまいそうな、その魅力がありました。いやそうなってほしいんです。やっぱり触れてみると楽しくなるし、ね、やってみようかって気持ちになれると視野が広くなって、いろんなものが生けられるようになりますね。ぜひそういう興味を持っていただけると幸せです。もう奥深いものなんですけれども、でも入り口は本当に自由で、あの空間を彩るだけではなくて癒しにもなります、そして無心にもなりますから、ぜひ皆さんもやってみていただきたいと思います。綺麗な花を見ると自然と心が癒されます。花を飾ることを難しく考えず、普段の生活のちょっとしたスペースに自分の好みの花を生けてみてはいかがでしょうか。